内さん、お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりね、カジ君。元気だった？はい、おかげさまで。変わらないな。おっと、いけない。書き写書の美内と申します。お約束をいただいておりました捜査一課長の本庄さんをお願いできますでしょうか。相変わらず気真面目じゃな。別に窓口から呼び出さなくても直接一個室に来ればいいじゃねえか。いえ、今日は公式のご用でお伺いしたわけじゃありませんので、皆さんには落ち着いてから日を改めてご挨拶させていただきます。あ、これつまらないものですが。こりゃありがてえな。こっちではなかなか手さ変にやつだから喜んでいただくべ。以前本庄さんが飲んでみたいとおっしゃっていたことを思い出しまして、出発前に仕入れたばかりの品を2本いただいてきました。しかしだったらなおさら上さがってみんなといっぱいやってかねえか。いえ、まだ私は公務中ですから。それに送別会で皆さんに盛大に祝ってもらってからそんなに日も経っていませんし、顔を見せるのはちょっと恥ずかしくて。ああ、そんだそんだ。ともえちゃん、あの時最後の挨拶でワンワン泣いちまったんじゃったな。いえ、決まり割りで、あの時ことは忘れてください。いやー、しかし新しい職場でも大活躍って噂じゃねえか。さすが推薦組のエリートに選ばれた逸材じゃ。一時でもおめえさんを持ってたことがわらの誇りだべ。そんな、やめてくださいよ。本庄さんにいろいろ教わったことを忘れずに現場で応用しているだけなんですから。謙遜せんでええって。ともえちゃんほど教え芸のある部下はいなかった。何度失敗して怒られてもそのたんびに反省して努力して他の若えやつらにも見習わせてえわ。ありがとうございます。でも頑張ってこれたのは本庄さんのおかげです。お世辞じゃなく本気でそう思っていますから。犯人みんな、現場を見ろ。
見ないか。おめえさん、なんで刑事部で捜査一課に未解決事件を取り扱う部署の特別捜査係が置かれてっか、わかっか。何か有力な証拠が見つかった時にすぐ捜査に入るためですか？ちげちげ、そったことじゃねえ。だからといっておめえ、未解決事件の処理ってのを残務整理がなんかと思ってねえか。そんなことは。資料をまとめっだけなら捜査一課にはいらねえが、特捜係は欧米でいうところのプロファイラー、犯罪心理分析官の役どころだべ。プロファイラーですか？おめえを現場に連れてきた、そういうことじゃ。プロファイリング捜査ってのは、日本じゃまだほとんど知られてねえ捜査技術だが、欧米じゃもう実践投入されて成果を上げてる。いずれこの先、捜査の主流になってくべ。本庄さん。犯罪はどんどん多様化して、その技術も上がってる。警察も新しい手法を取り入れるのは当然のことだ。オーラたちの役割は犯罪者をとっつかめること。そのためには何でも味方にでも武器にでもしろ。経験とか知識とかまして権威にこだわっていては刑事は務まんねえぞ。はい。数年前に教わったことですが、今でも昨日のことのように覚えています。あんなことも言ったけんな。
完全犯罪なんて絶対にありえねえ。関係してきた資料をよーく調べれば、必ず答えは見つかる。だから、特別捜査係を務める刑事は、府警分析力と比例視野を持つ優秀な人材でなきゃいけねえんだ。資料を集めの雑用ばかりじゃねえ。だから推薦組に選ばれたのは私の能力じゃない、自分の知らなかった技術や視点を教えてくれた本庄さんの下で働くことができたからなんだ。そんなわけですから、これからも初心を忘れず頑張っていくつもりです。どうか今後ともご指導をよろしくお願いします。わかったわかった、任せとけ。今度戻ってきただけや、もっと釘使ってやっかんな。で、お電話でお話しした件ですが。まあ、そんだな。これがその資料だべ。ひどい状態ですね。8階の窓からの転落だったから、顔はぐちゃぐちゃになってて、誰かわかんねえ。親に身元を確認したんは、普段から着てたパジャマと肩口の黒子。とても顔は見せられんかった。確かに、親御さんには見せられないな。発見時にはすでに被害者は死亡。おそらくは即死だべな。被害者のいた病室には遺書らしきものは見当たらなかったけど、自殺と事故死、両面で当たってる。殺人の可能性は？事件当時、病室は施錠されて密室だった。看護師数名の証言を聞いても、最後の検温から部屋に出入りした人間の姿はねえ。防犯カメラの記録映像にも不審者の姿はなし。で、自分から思い余って落ちたが、外を覗き込もうとか何とかして足を滑らせたか。そのどっちかってのが所轄の見解だべ。ですか。
なんか腑に落ちない。どうした、トモエちゃん。被害者が転落死したこの日って土曜日ですよね。なんでこの日だったんでしょう。ん？それはどういう意味だ。私が少し前に別件で聞き込みをした時に教えてもらったんですが、毎週土曜日はこの被害者の少年の女友達というより恋人が遠方からお見舞いに訪れる日だったかと思います。やっぱりそうだ。それに実際ほら、第一発見者に尾崎渚って女子生徒の名前があります。この子が被害者と前の学校で交際していた相手ですよ。それで？これは私が女性だからなのかもしれませんが、自分の彼女が面会にやってくる日にその子と会わないまま飛び降りて死のうと考えるでしょうか。それが私にはどうしても腑に落ちません。飛び降り自殺は自分の醜い姿を見せつけることで周囲の同情を買って自己満足を得るか、自分が怨恨を抱く相手に罪悪感を煽らせて復讐する行為だ。だとしたら自分の恋人が帰った後ならともかく、見舞いに来るのを待ってる間にそこまでどす黒い感情を持つだろうか。ほう、ちゃんと実践してんな。それが行動分析っちゅうもんだ。すると本庄さんもやはりそちらの見解ですか。鑑識と所轄署の連中は七三の割合で自殺と見てるかね。俺はむしろ七三で殺人の読みだ。だからいずれ一家に取り上げる予定だったが、トモエちゃんの話を聞いててなお一層確信したな。その根拠は何ですか。これだ。ええ、沢村さんは私の担当でしたので、記録はこれになります。検温してから火災報知器の誤作動がありましたので、その対処に各部屋を回ってからこの詰め所に。それから、だいたい4時頃に彼の友達が面会に来られましたので、私が部屋までお連れしました。聞き込みを行った刑事からの話では、部屋に鍵がかかっていたと。ええ、普段は施錠しない患者さんだったので変だなと思いまして。病室を見せてもらえますか。ええ、どうぞ。こちらになります。
ここから落ちたというわけですか。ええ、最初に発見したのはそのお友達でしたが、パニックになって暴れて制止するのも一苦労でした。で、発見してすぐに警察に通報、それからセンターの詰め所にいる主治医に連絡。その流れで間違いありませんね。ええ、その通りです。なるほど。この傷は被害者のものですよね。どうしてついたのでしょう。さあ、私には何とも。ひょっとしたら窓枠を掴んで外を見ていた時にバランスを崩して落下してしまったのかもしれません。それにしても、どうしてこの病室には鉄格子がないのですか。もう一度お尋ねします。このフロアの病室にいる患者も全て精神科医の診断で入院している人たちなんですよね。はい、そうです。そのためドアも外部から錠がかけられるようになっています。それなら窓に転落防止の対策を施さないのはなぜですか。鉄格子だと監禁されたように患者が感じて治療に逆効果を与える場合が多いのです。それにもともと窓には鍵がかかって、本当なら簡単には開かない仕組みになっています。それが開いていた。どうしてです。すみません、私どもの見落としです。換気のために一度鍵を開けたのですが、そのまま忘れてしまって弁解の余地もございません。これは被害者が？いえ、それはお友達の尾崎さんが持ってきたものです。なるほど。そういえば、被害者の発見前に火災報知機が鳴っていたとの話でしたが、いつくらいの時間だったか分かりますか。確か3時頃だったと思います。鳴ってからしばらく各所を見て回ったので3分ほど鳴り続いていたかと。分かりました。ありがとうございます。割と暖かいな。さすがにセミはもう鳴いてないか。お、綺麗だろうな、こんな場所でなかったら。あ、ご無沙汰してます。お参りしてもいいかしら。
んな形でもう一度会いに来たくなかったわ。おためごかしな言い方に聞こえるかもしれないけど、私は早く元気になって元の通りになってほしかった。彼にも、それにあなたにも。ごめんね、お邪魔して。それじゃ、元気でね。ここに納骨したの、ついさっきなんです。え？1階に降りた時には白い布をかぶせられてて、病院の人たちに遮られて近づけなくて、その後すぐに警察の人が運び出して、戻ってきた時には骨になって、結局私、浩平くんの顔最後まで見せてもらえませんでした。だからかな、私まだ信じられないんです。浩平くん本当に死んじゃったのかな。本当はみんなが後で私をからかおうと嘘ついてるだけじゃないかな。尾崎さん、浩平くん入院してすぐの頃は病室から逃げ出したことがあるんです。入り口のドアに鍵がかかっているから、窓ガラスを割って邪魔姿で怖い夢にうなされたとひどく怯えていました。でも先々週に病室が1階から8階に移ってすごく喜んでました。ここは景色もいいし、病状が軽くなった人が入るフロアだって看護師さんから教えてもらったって。それに最後に会った日には次の週の診断で退院の日がわかるって言ってたんです。だからあの日そのことが聞けると思って、私一番綺麗なお花を持って退院して一緒の大学に行こうって約束してくれて、浩平くんは頭いいから、私浩平くんの行きたいところに合わせられるように成績上げようと頑張ってたのに、なのに。さあ、これってやっぱりレイナの言ってた親代様の祟りなんですか？え？だっておかしいじゃないですか。みんなの言う通り、浩平くんは時々変な夢を見てうなされることもありました。だけど私との約束を忘れて飛び降りて死にたくなるほど悩んでいたなんて、とても考えられない。レイナに関わったせいでこんなことになって、なのにあの子は謝りもせずにいなくなった。みんなあの子がだけど沢村くんは竜宮さんの紹介であなたと交際するようになったのよね。それなのに、
そんな優しい子がどうして彼を傷つけようなんて考えたのかしら。そんなこと知らない、知るわけない。落ち着いて尾崎さん、浩平君を殺した犯人を捕まえるためには大事なことなの、よく考えてみて。刑事さんは何？浩平君が殺されたって思ってくれるんですか？ええ、それ以外考えられない。彼は誰かに殺されたんだと思う。誰も信じてくれなかったんです。浩平君が自分から死ぬわけない、まして事故なんて。なのにみんな密室だったから事故だ自殺だって勝手に決めつけて、犯人を探してくださいって頼んでも誰も。大丈夫よ、少なくとも私はこれは事件だって思っているから。本当に？ね、今聞いた限りだと沢村くん亡くなる前の週に今週の診断次第で退院できるかもって話していたのよね。あなたの言う通り、部屋のカレンダーを見たら次の月に退院予定日が書いてあった。多分あなたが来る時にその話をするつもりだったんだと思う。なのにそれを告げずに、ましてあなたの来る日に自殺なんてありえない。どう考えても不自然だわ。じゃあ事故って可能性ももちろんない。そもそも窓から転落するような行動をする理由がないし、最後に会った看護師も検温時に異常を認めていない。間違いなくこれは殺人事件よ。尾崎さん、あなたには辛いことかもしれないけど、真実を突き止めるために協力してほしいの。この後時間少しだけいい？約束する。必ず犯人を捕まえてみせるから。